あとは、あれ、キム監督のニュース、もう出たの、なんか、あの、採決というか。パワハラ認定だったんだ。昨日ね、まあ、こういうニュースが出た後に擁護するのはあれですけど、一応あの木崎さんから聞いた餃子学園内で聞ける話、まあ、たくさんあるんですけど、その中で一部だけ紹介すると、まあ、めっちゃ熱い人で、その熱さがどういうふうに捉えられるかによってパワハラになるかもしれない。でも木崎さん言ってた好意的な話で言うと、あのすごくね、選手の意見聞いて若いスタッフが多いと。で、こういう戦術があってこういうのやってみませんかみたいなのをすごいたくさん採用するんだって。だからあのスタッフが活気づいてコーチたちのモチベーションが高くて、それが選手に伝播する。だからトスのシステムってさ、守備陣は 5-3-2-3-5-2 から左肩上がりで、まあ、インサイドバックが上がって可変して中盤が降りてきてっていう、で守備の時同サイド圧縮してっていう、すごいヨーロッパ的じゃん。あれはスタッフの意見聞いてそれ取り入れてるからっていうっていうのはありますね。僕が知ってる話とのこの出た最低のやつはまたいろいろ違うんですけど、まあね、まあ一応そういういいのもあるよっていうのは一応言っておきますね。